はい、皆さんこんにちは。本日はオスクトルグローブの縫い方ね、解説していこうと思います。オスクトルグローブは集中変化ニジ布の生地になってます。難易度はね、結構簡単な部類かなというふうに思いますね。初心者の方でも縫いやすいかなというところではございます。ではやっていきましょう。使う裁縫針はどっちでもいいです。私は奇跡が好きです。こっちですね。はい、ではまずね、下のやつ読んでもらいたいんですけど、会心状書玉までにですね、右下を52以上進めてからしつけをしてもらいます。水平ですね。はい、これで52以上進みましたので、ここでしつけがけをしましょう。そしたら精神統一を取り直します。上に水平でも入れていきましょう。で、ここで、精神統一、あと2ターンあるんですけど、次に会心状書ターン来ちゃうんで、ここで精神統一をもう一度入れます。はい、そしたら3倍縫いでしつけたところを縫っていきます。はい、会心は出ませんでしたけど、まあこれで OK です。で、続いてなんですけど、2回目の会心ターンまでに最強をキープして、上段を92、130、22に近くなるように調整してください。右上に関してはすでに30になっているので、ここは調整 OK と。左上と真ん中の上を、数値を整えていくような形になります。ちょっと会心出た。もう一回精神統一します。もう一回横縫いから。はい、これで大体整ったかな。100と122。122はちょっと10足りないですけど、まあちょっとこれ以上調整のしようがないので、これでやっていこうかなと思います。はい、ではもう一回統一を取って。で、ここで会心状書端が来ます。では水平縫い。はい、会心取れましたね。40最強ターン。だいぶ詰まっちゃったね、今回はね。野良会心引いたりとかもあったんで、かなり詰まっちゃいましたけど、まあ16何個かありますんで、16縫うか、20縫うか、16縫うか、18、16、17。はい、じゃあここ狙っていきましょうか、還元ターンね。取れず。で、26。あ、いいですね。で、普通ターンは8が欲しい。6。で、ここで統一を取るとね、会心上昇ターンが来ますんで、まあ、半加減しますか。5。2、5、3とこ外したいので、糸ほぐししましょうね。で、統一を取り直します。加減しようか。出たね。まあこんな感じですかね、大体。ちょっと今ね、あんまり良くなかったな。じゃあもう一回やっていきましょうか。まあでもあんまり良くなくてもね、なんだかんだ大成功取れちゃうのを、まあこの商材かな。はい、では精神統一をして、右を52以上進めます。はい、これで進みましたので、しつけがけを入れましょう。で、精神統一を取り直して、上に水平縫いを1回入れておきます。で、精神統一を取り直すと会心上昇段来ますので、ここで3倍縫い。さあ、今回会心出ました。これは必ず本会心出ますんでね、しつけ52以上してからしつけの3倍、会心が出るは本会心です。はい、じゃあ手順通り、上の段を整えていこうと思います。92と132。はい、じゃあ統一取り直して、いいですね、92かな。で、ここはたすき縫いだね。はい、 OK ですね。126、ちょっと足りないですが、まあいいでしょう。では横縫いしていきますか。ペチ。はい、じゃあ水平縫いで会心が取れたらいいな。
あ、取れましたね。ああ、いいですね。完璧ですね。はい、じゃあ、あとはね、弱いターンが来るのが少し待ちながら。弱い、普通ターンのね、半減ターンもうまく使っていきましょう。残り12と12で半加減でいいかな。うん、12。で、ここも加減でいいですかね、じゃあ。うん、12。はい、最強はしつけて、弱いでペンチで終わりですね。まあ、本来ここ会心上昇ターン迎えてから、まあ、いろいろ収めていくんですけど、今回は数値がすごい恵まれすぎて、かなり集中も余った状態で対戦することができました。まあ、結構余裕あるんでね。はい、ではラストやっていきましょう。まずは52以上進めるところから。今回も52はクリアできそうですかね。うん、ちょっと足りないな。まあいいでしょう。少しぐらいね。ここを足りないですが。はい、じゃあ統一を取り直して。7分の1に異世界神があるような形で3番目をしていきます。はい、危ない。144なんで、もし会心出てたら異世界神でしたね。はい、では上の数値をね、整えていきましょう。ちょっと弱いなぁ。84。うん、140。まあ上は、真ん中は OK だけど、左がちょっと弱いかなっていうところですかね。はい、じゃあ統一取り直して、下に水平を入れていきます。はい、じゃあ水平の上に入れましょう。あ、OK ですね。56は本開始ですね。はい、じゃあ残ったところね、収めていくような動きをしていきます。46。次、半減ターン来ますんで、半減ターンは20残ってる160のところに狙い抜きをしましょうか。はい、取れないですね。で、残りがね、192か。こっちは92は3倍抜いていいかな。おっと、会心出ちゃった。はい、で、ここの弱いターンは、そうだなぁ。まあ、なんでもいいな。半加減抜いでもしますか。はい、で、統一を取りまして、で、横抜いしましょうか。6と9、ああ、完璧な数値を引いてしまった。はい。簡単ですね。まあ、数値運がいいんじゃないのとも思うかもしれないですけど、まあまあまあ、このぐらいであれば。まあ、難しいことはないです。割とね、初心者気味の人でも、まあ、手順通りやれば縫えるんじゃないかなというのが、このオスクトルグローブかな。レベルは75はやっぱ欲しいですけどね。半加減縫い使ったりもするので。はい。まあ、だいぶ大成功も取りやすくて、利益率もいい商材なんで、皆さんぜひぜひチャレンジしてみてください。はい。というわけで、オスクトルグローブの縫い方でした。はい。あとは足だね。オスクトルグローブと、あとはオスクトルシリーズは、オスクトルブーツなのかな。縫い方の方ね、あと最後出していこうかなと思いますんで、そちらの方もぜひぜひ見ていただければなというふうに思います。はい。というわけで本日の動画良かったよって方は、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ではでは、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。